モチベーションということでやっぱり言うと、先月あの誕生したお子さんっていうのもやっぱり大きなモチベーションになっていたんでしょうか。あ、そうそう、そうなんでね。確かに、あの忘れちゃう話。いや、やっぱそうだよね。何言って。いや、なんか聞いていいのかなこれ。どうぞ。いや、なんかあの練習にやっぱ集中しすぎて、あのプレッシャーがありすぎてちょっと、あ、忘れちゃう。自分が子供いるの忘れるんでしょ。そう、そうなんです。だからやべえと思って結構写真を LINE とかで送られてくるんで、それでやべえって気づくっていう。だからもうそれほどねちょっと余裕がないというか集中してたんで。見て、みんな静か。じゃあこの試合が終わって、じゃあまあ改めてこう父と父の、はい、実感がとか時間が持てるって感じですかね、これから。確かにそうですね。そういうふうに、はい、フォロー入れてくれてありがとうございます。ありがとうございます。